今シーズンは初めにクラブより感謝状の贈呈を行います。まずは2014年の設立以来クラブに多大なるご支援をいただいております AGA アビスパグローバルアソシエイツの役員の皆さんです。本日は榎本和彦会長、福岡地所株式会社代表取締役会長、小林千治専務理事、福岡ロジテム株式会社代表取締役社長、川原武博常務理事、株式会社福屋代表取締役社長、常任理事を代表して後藤貴博常任理事、新日本製薬株式会社代表取締役社長にお越しいただいております。皆様大きな拍手でお迎えください。本日 J1 昇格のご報告とともにここに深く感謝の意を表し感謝状を贈呈いたします。令和2年12月20日アビスパ福岡株式会社代表取締役社長川森隆史、本当にありがとうございます。大きな拍手をお願いします。それでは AGA を代表して榎本会長に一言いただきたいと思います。榎本です。今感謝状をいただいたんですけど、本来なら我々が感謝状をもらうより私がアビスパの選手監督に感謝状をあげたい。福岡に夢と感動と誇りをプレゼントしてもらいました。 A1 という誇りをプレゼントしてもらいました。本当にありがとうございます。これもひとえに長谷部監督はじめスタッフの方々、また前キャプテンはじめとする選手の方々、これをサポートしていただきましたサポーターの方々、本当に感謝申し上げます。私もサポーターの一人ですけど、福岡市民としてこんな大きなプレゼントはありません。これからもコロナの中皆さん大変だと思いますが、勇気と夢と感動、これを与えてくれました。何度も感謝申し上げますが、本当にありがとうございました。また、勝ち点は一緒でございます。感謝申し上げます。これから G1 に向かってアビスパが頑張っていきます。今日と同じくらいこれからは毎回これだけの監修のもとに
頑張ってもらうよう我々これからもサポートしていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして長年にわたりスタジアム DJ として最高のスタジアムの雰囲気を作っていただいた信川龍太さんです。皆さん大きな拍手でお迎えください。感謝状アビスパ福岡スタジアム DJ 信川龍太殿、記念はクラブ創設以来長年にわたりアビスパ福岡スタジアム DJ としてクラブの発展に寄与いただきました。試合前からワクワクするようなアナウンスとゴールが決まった時のコールはファン・サポーターと一体となった最高のスタジアムの雰囲気を作ってくださいました。本日 J1 昇格のご報告とともにここに深く感謝の意を表し感謝状を贈呈します。令和2年12月20日アビスパ福岡株式会社代表取締役社長川則隆史、本当にありがとうございます。皆様、改めて信川さんへ大きな拍手をお願いいたします。それでは信川さん、一言お願いいたします。このような感謝状をいただきまして身に余る思いです。むしろ僕の方が皆さんに感謝したいです。監督、コーチングスタッフ、選手、クラブ新の12連勝、そして J1 復帰、本当に素晴らしいシーズンありがとうございました。そしてそのチームを支えたクラブのフロントスタッフの皆さん、イレギュラーのことばかりで激務だったと思います。本当にお疲れ様でした。スポンサーの皆様方、このような経済状況のもと多大なるご支援をいただき本当に深く感謝しております。ありがとうございます。そしてサポーターのみんな、いい時も苦しい時も雨の日も嵐の日も僕の声に応えてくれて本当にありがとう。世界は今大変な状況です。人と人が距離を取ることを求められています。でもアビスパ福岡が好きということだけで僕らはつながっていられます。アビスパファミリー最高です。大好きです。最後にこの感謝状は25年前からずっとスタジアム DJ の僕をそばで支え続けてくれています、ディレクター株式会社ピクニックの野見山さんと一緒に収めさせていただきたいと思います。来年は J1 でアビスパ旋風を巻き起こしましょう。ありがとうございました。野見山さん、ありがとうございました。続きまして、本日をもってアビスパ福岡オフィシャルチアリーダーズのパフォーマーとして引退する花さんです。大きな拍手でお迎えください。感謝状アビスパ福岡オフィシャルチアリーダー花殿、あなたはアビスパ福岡オフィシャルチアリーダーズのメンバーとして力強いダンスパフォーマンスでチームを鼓舞し、華麗なダンスでスタジアムに花を添えていただきました。そしてその笑顔で観客の皆さんと一緒にチームを勝利に導き、 J1 昇格の後押しをしていただきました。アビスパ福岡オフィシャルチアリーダーズとしての現役引退に際し、今までの功績に深く感謝の意を表し、ここに感謝状を贈呈いたします。令和2年12月20日アビスパ福岡株式会社代表取締役社長川則隆史、本当にありがとうございました。それでは
します。アビスパ福岡オフィシャルチェアリーダーかなです。アビスパ福岡25周年、そして J1 昇格という記念すべき年にオフィシャルチェアリーダーとしてチームに携わらせていただいたこと、とても感謝します。ありがとうございます。今日でオフィシャルチェアリーダーとしての現役は引退しますが、来シーズンからはディレクターとして大好きなアビスパにメンバーとジュニアたちと一緒にエールを送り続けます。これからも一緒に応援しましょう。よろしくお願いします。皆さんありがとうございました。なお、ホームタウン福岡市アビスパ福岡後援会ボランティアの皆さんへは後日感謝状を贈呈いたします。皆様、日頃の感謝に大きな拍手をお願いいたします。